て、Twitterbot ジェネレーターの紹介ということで、発表をしていただきます。では準備の方お願いします。ちなみに僕の高校の同級生がブレンダーのコードを使っていて、なんか日本語のなんかインストーラーとか作ってます。では、トピカさん、よろしくお願いします。それではツイッターごとで紹介ということで、発表させていただきたいと思います。お名はこの北尾彩彦といいます。声優ニュースのことによって活動しています。2008年の IPL とソフトウェア開発者です。身長体重のライバル、まあ、デーサイトこんな感じでやってるんですけど、こんな感じで記事を、まあ、見てということを取材とかしていますね。まあ、ズップスのモジュールなんですけども、動画にこうコメントを載っけて動かしてこう表示するモジュールとかを作ってます。そして、Twitter ボットジェネレーターとはということなんですけども、Twitter 上で自動でつぶやくボットを簡単に生成できるイベントのサービスになっています。それと言われるのはこんな感じです。どんなボットを作るかということなんですけども、まあ、一番簡単なのは定期的につぶやくパターンで、作例としては夏目漱石の小説心をずっとつぶやくことなんですけども、夏目漱石さんは作者の死後50年以上経っているので、これはもう完全に大丈夫だ。同じくですね、ミシュルのシャランド技なんですけど、これも同じくですね、これフリーでも使っていいと思うので使わせてもらっています。あと返信機能というのがありまして、まあ、何か文字列を受け取ったらこう仲間の回復というもので、おみくじで、おみくじと来たら、まあ、大吉とか中吉とかっていうのを返すというロットがあります。で登録するにはですね、 Twitter で登録していただきまして、で詳細の方でログインしたらそれで完了します。で無料で利用できるというサービスです。で去年の12月21日にサービススタートしまして、現在の登録数は9186ユーザーが毎日こう動画が動いています。つぶやきはこんな感じの画面で登録していきます。これ返信が、まあ、おはようを受け取ったらおはようございますとか、そういうふうな条件を設定していくんですけども、条件は正規表現で設定しています。あとこれ要望が多かった時間指定のつぶやきっていうやつで、日時を指定して、つぶやくんですけども、5分単位で、あと曜日も指定できまして、月曜日から金曜日までつぶやくとか、日曜日の朝だけつぶやくとか、そういうことができます。でその他の機能としてはですね、つぶやき感覚の指定です。まあ、1日30分から1日やるとか、あとこれが要望が多かった夜間のつぶやき形式だと、こう、需要があってですね、まあ、そのままだと、こう、夜、もう、ボットだけひたすらつぶやくみたいな状態になっちゃうので、あとそれも要望が多かった自動動画移植の機能で、これは、この機能だけを使っているユーザーさんとかも結構いらっしゃいます。で中身といいますか、ベースはカラジュブ実際に HD2.2.5 なんですけど、まあ、ズービスのレガシー 2.7 で動きます。まあ、いわゆるランプ構成で進めています。1日の通訳の素数が今16万回。一つの方がいいんじゃないかという考えをしていきます。で現在までは483万回で、管理しているボットの総フォロワー数が今71万人がフォローしている状態で、ちょっと数字が大きくてよく分かんないんですけども、まあ、大体ガチャピンのフォロワー数を足したら大体同じぐらいで10万人。今後はですね、OOS 認証対応とかを考えているのと、あと、
ストリーム API を利用しようというのを考えています。あとは1万人を目指して頑張ろうというふうにしていきます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。では続いて、しばらく。はい、大鳥居です、天空の城埼玉というタイトルです。どんな城だい。はい、天空の城は会津が出てきました。